さあ皆さんこんにちは、ゆうきです。ということで今日はですね、久しぶりの Vlog なんですけど、その前に久しぶりにこのインスパイアドのパーカーが着れる時期になってきました。ニュージーランドはね、これから、今まで夏だったんですけど、これから冬になって、でも夏だとね、めちゃくちゃ日差しが強くて、で日中とかね、本当にめちゃくちゃ暑くて本当にね、すごいんですよ、マジでだから僕のヘルメットとか黒なんで、もうめちゃくちゃ暑いんですけど、でもね、今日はですね、すごいあの天気もいいのに、今日ちょっと涼しいので、すごいね、バイクに乗り日和なので、で今日はね、まあ僕の近所の鹿場に行こうかなと思ってるんですけど、まあそうですね、ぼちぼちブラブラとバイク乗っていこうかなと思います。ということで行きましょう、レッツゴー。さあ最初のスポット着きました。いや冬だろうな、何だろうが、めちゃくちゃ暑いわそしてじゃじゃん、これがさっき言ってたマキシスのタイヤ入ってたやつ。これ、ね、結構いいんですよ。でもこれヘルメットこの中入れて、じゃじゃん、ポック。いやマジで暑いな。スポット紹介から、まあこんな感じで、まあ別にそんな大したスポットじゃないんですけど、まあ多分ここからここまでが、まあ多分大体150ぐらい、もうちょっとありそうだなぐらいのやつがボンボンボンってある感じですね。っていうことで、まあこれね、まあちょっと微妙なんですけど、スポット的には、ただまあなんか適当に乗ろうかなっていう感じです。ただじゃあ、まあここで適当にウォームアップしていこうかなと思います。
してたんですけど、なんかね、午後からこれあと1時間後で降水確率が 100% なんですよ。で、ね、今のうちに帰んないと雨降ってきちゃうんで、今日はここで終わりにしますっていうことで、今日は見てくれてありがとうございました。インスタグラムもやってるんで、そっちもフォローしてください。で、チャンネル登録と高評価も忘れずにお願いしますってことで、 See you next time. Bye.